ドースト・アリー・ハーンは、南インドのカルナータカ大使。1713年、カルナータカ大使サーダトゥラー・ハーンは、ムガル帝国から独立した後、兄、グラーム・アリー・ハーンの息子、ドースト・アリー・ハーンを、帝国の正式認可なく後継者とした。1732年、サーダトゥラー・ハーンが死亡したことにより、ドースト・アリー・ハーンが大衆院を継承した。カルナタカ地方政権は、 南インドに広大な領土を領有したため、マイソール王国、タンジャーブール・マラーター王国、マドライ・ナーやカーサをはじめとする諸勢力と争った。ドースト・アリー・ハーンの知性、イギリスやフランス、オランダ勢力が、南インド各地に拠点を築いて、貿易活動を展開していたが、彼はそれを認めるなど、非常に寛容な態度をとった。また、百三十六年にその娘婿である、 チャンダー・サー・ヒブは、マドライ・ナーヤカ朝サを滅ぼし、ハントの拡大に成功した。さらには、チャンダー・サー・ヒブは、この勝利に乗じて、タンジャーブール・マラーター王国の領土にさえ攻め入った。だが、これにより、タンジャーブール・マラーター王国は、首都、タンジャーブールを危うくされ、1740年4月に、ナーグプルのラグジー・ボーオン・スレイの遠征軍が攻め入った。同年5月20日に、 カルナータカ地方政権は応戦したが敗北し、ドーストアリーハーンは殺害され、アルコットは落とされて占領された。ありがとうございます。